緑色が沿岸部こう広がってますけども、緑色っていうのは0度から5度、まあ、5度以下ですよね、はい、ということで、もう0度に近い温度、それから少しこう中の方に入っていくと水色、これはあの氷点下を示しています。氷点下 0度からマイナス5度まで表してますので、ものすごく寒い朝迎えることになりそうですね、はいはい、で西日本方面だけではなく東日本、北日本も、まあ、これまでもね随分と寒かったと思うんですけども、まあ、明日も結構冷え込みますよというそんな、状況になりそうですね。はいはい、今日は日差しも少ないことから日中でも寒さ感じられている方多いかと思います、はい、この後明日朝にかけてはまた気温下がっていきそうですので、また一段と暖かくしてお過ごしください。ではここまでは今日この後のお天気を中心に予報センターの森田さんとすいませんいやいやいいんですよ、失礼します、はい大変失礼しました。森田さんとお伝えしていきました、はい、森田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。では明日にかけてはまたこの寒さ引き続き増していきそうですので、今日お出かけされている方はね、まあ、夜にかけてまた暖かい服装なので暖を取って寒さ対策も行っていただきたいと思います。ではこの後番組は14時30分に再開です。